FM 沼津株式会社は、静岡県沼津市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。コースと FM の相性でコミュニティ放送をしている。周波数は76.7メガヘルツ。1998年沼津市、静岡新聞、静岡放送、駿河銀行、静岡朝日テレビなどの出資で設立された。 課長エリアは、沼津市、三島市、寸東郡清水町、長泉町、田形郡神奈美町と静岡市、富士市、裾野市、伊豆の国市の各一部。また、県、中部までの海岸線沿いでも一部聴取可能となっている。自社制作番組以外の時間では、JWAVE の番組を放送する。2017年より、インターネットサイマルラジオ放送を開始。 エリア外での聴取も可能となったほか、YouTube でもスタジオ内をライブ配信している。2016年10月より、沼津市大町のスタジオから、ことぶき町、リコー通り沿いにある、東海ケーブルネットワークメディアプラザ内にスタジオを新設移転。FM 沼津本社旧スタジオ本社スタジオに同居している、東海ケーブルネットワークとコちゃんとの連携として、一部番組を テレビでも放送している。また、インターネットサイマルラジオ放送も実施されており、放送エリア外でもインターネット経由で聴取可能となっている。その他、YouTube ライブで生放送のスタジオの様子をリアルタイムで見ることができる。とこちゃんでの放送番組2018年8月に開局から20周年を迎え、開局20周年12時間反省放送特番を放送。 翌年の21周年時にも生放送の特別番組を放送。近年はイベント会場などからの生中継も行っているほか、2019年秋には沼津港でのステージライブや公開性放送を行うなど、地域情報のさらなる発信を強化している。ありがとうございます。